感動ナンバーアンダーラインアイベニュー101で涙。メンバーの絆に強熱。特に岸く君のその時の最善という言葉にプロとしての教授を感じ、ぐっときました。ナンンバーアンダーラインアイは彼らの独特なラップスタイルとともに音楽業界で注目を集めている存在です。彼らの音楽はメンバーそれぞれの個性が色濃く反映され、聴く者の,の心に深く響くものとなっています。特に、 ベニュー百1 0 1で披露されたトークとパフォーマンスは、多くのファンにとって特別な体験となり、彼らのラップに対するこだわりや、それぞれのアーティストとしてのプライドを垣間見ることができました。この番組は、ナンンバーアンダーライン愛の音楽に対する情熱をさらに強調する場であり、彼らがいかにして自分たちの音楽を作り上げてきたのか、そのプロセスを明らかにするものでした。まず、 ナンバーアンダーライン愛のラップに対するこだわりについて触れたいと思います。メンバーたちは、単にリズムに乗せて言葉を並べるだけではなく、その背景にあるメッセージや感情を重要視しています。彼らのラップには、それぞれの人生経験や価値観が深く反映されており、曲の中で自分たちのストーリーを語ることを大切にしているのです。例えば、彼らは、自分たちのことを歌う、という姿勢を貫いており、 その一環として各メンバーの個性や思いが言葉の一つ一つに込められています。特にガン・ユタのその時の最善というフレーズは多くのファンに感銘を与えました。彼がその言葉を口にした時、彼のプロフェッショナリズムとともに状況に応じて最善を尽くすことへの強い信念が伝わってきました。また、平野翔と神宮寺ユ太タも自分たちのラップに対する考えを共有しました。彼らは、 それぞれのラップスタイルが異なっていることを認めつつも、互いの違いを尊重し、それがナンバーアンダーライン愛としての強みであると感じています。彼らの言葉からは、音楽を通じて自分たちの個性を表現し、その結果として生まれる化学反応を楽しんでいる様子が伝わってきました。これにより、ファンはメンバー同士の絆や、彼らが音楽を通じてどのようにお互いを支え合っているのかをより深く理解することができたのです。 さらに、ラップのキャッチフレーズについても興味深いエピソードがありました。メンバーたちはお互いのラップを評価し合い、それぞれのスタイルにぴったりのフレーズを考えました。このようなやり取りは、ファンにとっては貴重な瞬間であり、メンバー同士の関係性や互いへのリスペクトが垣間見える場面でした。彼らはラップを通じてお互いの個性を引き出し、それを一つの作品としてまとめ上げることに成功しています。 この番組を通じて、ファンはナンンバーアンダーアダインアイのラップがただの音楽ではなく、彼ら自身の一部であることを再確認しました。彼らのラップには、それぞれの人生や感情が色濃く反映されており、聴く者にとっては深い共感を呼び起こすものとなっています。そして、そのラップがどのように作られているのか、彼らがどのようにお互いのアイデアを尊重しながら一つの作品を作り上げているのかを知ることができたのは、 ファンにとっても特別な体験だったでしょう。また、トークセッションでは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが音楽に対する情熱だけでなく、日常のちょっとした出来事や楽しいエピソードも披露しました。特に、ビーフシチューに関するトークは、ファンの間で大きな話題となりました。彼らが笑いながら軽く交わす言葉の中にも、彼らの人柄や親しみやすさが感じられ、ファンにとってはさらに親近感が湧く瞬間だったのではないでしょうか。 このような場面があることで、ファンはナンバーアンダーライン愛のメンバーたちをより身近に感じ、音楽だけでなく彼らの人間的な魅力にも惹かれていきます。一方で、ラップや音楽に関する真剣なトークが繰り広げられる一方で、彼らが音楽を通じてどのように自分たちを表現しているのか、そのプロセスに対する誇りも強く感じられました。彼らはただ流行に乗るのではなく、自分たちの信念を持ち、 音楽にに対してて真摯に向き合っていますその姿勢こそが、彼らを特別な存在たらしめ、ファンに深く愛される理由なのです。ナンバーアンダーライン愛のラップに対するこだわりは、音楽シーン全体においても非常にユニークなものであり、彼らの作品が多くの人々に受け入れられている理由の一つです。彼らは、他のアーティストとは異なるアプローチでラップを作り上げており、それがファンにとっても新鮮で魅力的に映っています。 特に、彼らが曲の中で自分たちのことを歌うという点は、彼らの音楽に深みを与えています。ファンは、彼らのラップを聴くことで、彼らの内面や思いに触れることができ、それがさらなる共感を呼んでいるのです。また、彼らのパフォーマンスについても、常に進化を続けている点が注目されています。ナンバーアンダーライン愛は、音楽だけでなくそのステージングにもこだわりを持っており、 観客を魅了するために細部にまで気を配っています。特に、最近のパフォーマンスでは、カメラワークやセットデザインにも工夫が凝らされており、視覚的にも楽しめるものとなっています。これにより、ファンは彼らのライブをより一層楽しむことができ、何度も見返したくなるような魅力が詰まっています。音楽番組での彼らのトークやパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがどれほど音楽に対して真剣で、 かつ楽しんでいるかが伝わってきました。彼らは自分たちの音楽をただの商品として提供するのではなく、リスナーと感情を共有し、深いレベルでつながりたいと考えているのです。そのため、彼らの音楽には、他のアーティストにはない特別なエネルギーが宿っており、それがファンにとっては大きな魅力となっています。最後に、ナンバーアンダーライン愛の成功の背後には、彼ら自身の努力だけでなく、 ファンとの強い絆があることを忘れてはなりません。彼らは常にファンの声に耳を傾け、その期待に応えるために努力を惜しみません。今回の「ベニュー百1 0 1でも、ファンのコメントや反響が彼らにとって大きなモチベーションとなり、さらに良い作品を作り上げたいという思いが伝わってきました。彼らの成長を見守り続けるファンにとって、このような瞬間は特別であり、彼らとの絆をさらに深めるものとなったでしょう。 今後もナンバーアンダーライン愛は、音楽シーンでその独自の存在感を放ち続けるでしょう。彼らのラップやトークは、ただのエンターテイメントではなく、深いメッセージや感情を伝える手段として多くの人々に影響を与え続けます。そして、彼らがこれからどのように進化し、どのような新しい音楽を届けてくれるのか、ファンとしては期待せずにはいられません。彼らがこれからも進化し続けることは、 ファンや音楽業界にとって非常に楽しみであり、注目すべき点です。ナンバーアンダーライン愛はすでにその音楽性だけでなく、パフォーマンスやトーク、さらにメンバー個々の魅力でも多くの支持を得ています。しかし、彼らの真の強みは、常に事故を超え、新しいチャレンジを恐れず受け入れる姿勢にあると言えるでしょう。音楽業界は日々変化しており、新しいトレンドや技術が次々と生まれています。 その中で、ナンバーアンダーライン愛はどのようにして自分たちのスタイルを保ちながらも、時代に適応していくのかが今後の大きな課題となります。一つの大きなポイントは、彼らがどのようにファンとのインタラクションを継続的に深めていくかという点です。近年の音楽シーンでは、アーティストとファンとの距離がより近くなり、SNS や配信サービスを通じて双方向のコミュニケーションが容易になっています。 ナンバーアンダーラインアイはすでにこれらのプラットフォームを活用しており、ファンと直接つながる機会を大切にしていますが、今後はさらにインタラクティブな体験を提供することが求められるでしょう。ライブストリーミングでの QA セッションや、ファンからのリクエストを反映したパフォーマンス、さらには VR や AR といった新しい技術を取り入れたライブ体験など、彼らならではの新しい試みが期待されます。さらに、 ナンバーアンダーライン愛の音楽制作においても、より多様なジャンルやコラボレーションを取り入れることで、新たな境地を開拓する可能性があります。彼らのラップはすでに独自のスタイルを確立していますが、例えば他のアーティストやプロデューサーとのコラボレーションを通じて、異なる音楽ジャンルを取り入れることで、さらに幅広いリスナー層を獲得することができるでしょう。国際的なアーティストとの共同制作や、 他の文化圏の音楽要素を取り入れることで、彼らの音楽はさらにグローバルな展開を見せるかもしれません。実際、彼らがすでに一部の海外メディアで注目され始めていることから、国際的な成功も視野に入れて活動を展開していくことは自然な流れでしょう。また、メンバー一人一人のソロ活動や個々の才能を生かしたプロジェクトも、今後の成長に寄与する重要な要素です。平野翔ガンユータ、 神宮寺雄太の三人は、それぞれ異なる強みを持っています。平野はそのカリスマ性と演技力で、騎手はプロフェッショナルな姿勢とリーダーシップで、神宮寺はその音楽的センスとクリエイティブな視点でファンを魅了しています。これらの個性がソロ活動や他のメディアで発揮されることで、グループ全体の魅力もさらに高まるでしょう。そして、それぞれが得た新しい経験や視点をナンバーアンダーライン愛に持ち帰ることで、 グルーープととしてのの音楽やパフォーマンスがより多彩で洗練さされれたものになると期待されますしかし、新たな挑戦を続ける中で直面する課題も無視できません。特に、グループとしての一体感を保ちながら、個々の活動をバランスよく進めることは容易ではありません。これまで多くのアーティストが個人の成功を求めるあまり、グループ活動との両立が難しくなるケースも見られました。 ナンバーアンダーライン愛がこの課題にどのように取り組むのかは、今後の彼らの成功に大きな影響を与えるでしょう。ファンとしては、彼らがそれぞれの個性を最大限に発揮しながらも、グループとしての結束を保ち続けてくれることを願っています。